上京しましたと、うん、こっからの活動って私は結構なんかトントントンっていってる風に私は感じてるんですけど、はたから見るとね、ほう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 、どういう風な流れでこう活動していたんですか、上京してからは。まあ、上京してきて、まあぶっちゃけそんな甘くなく、東京っていうのは、お、まあ来たからってこう仕事があるわけでもなく、いきなりね、うん、ドンと、うんうん、でそこでまあすることないから、とりあえず映画館のこうチケットもぎりみたいなバイトをし始め、あ、そうなんだ、バイトしたんだね、まあ、ここでこうオーディションを受け始める。レッスンも行きました、うんうんうん、はい、むちゃくちゃ行きましたね、その当時。オーディションを数多く受けてたんだね。受けましたね、結構、うん、そっから2011の西野カナさんのオーディションに受かって、その時のツアーに回ったのが初めての全国ツアーのお仕事かなっていう。あーかわいいなー、はい、うちの妹が大好きなんですけど西野カナちゃんはそうなんです、見に行きました、だからよく妹とおーなるほど、カナヨンのライブはもうお花畑みたいな感じで、いや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 、とっても可愛らしいね、うん、演出の中にこやつがいるっていう、なんか何やあいつと思いながら、いや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 、ええやん、ハトムネです、すごい可愛いのにハトムネのやついるみたいな気になりましたけれどもまあまあまあ、そうね、パフォーマンスしてましたよ、うん、11の時私初めて上京してやったのが、うん、あのワンダーランドだったので、うん、そうだ、その時で、その時に多分ね、ドリカムさんの現場で会ってるんですよ、うんうんうん、でも同時期ぐらいにね、上京した組だったんですね、うん、そうですね、なるほど、西野カナちゃんのオーディション、うん、私も受けたことあるんですけどね、実は原宿で会ったオーディション受けたことある、落ちました、振り渡しね、してくれたダンサーの子とかも、うん、あの知り合いやったりしたんですけど、 お前じゃキャラが濃いって思ってたらしい、お前の色はカナさんじゃないって思いながら私に振り渡ししてくれたらしいんですけど、そうやったかと思いながら、それで落ちてうぃって言いながら焼き鳥送りましたそうなんです、とてもね素敵な現場っていうのはね、結構聞くんですよね、うんうん、カナさんちなみにどんな人柄なんですかって聞いてでもいいですか。いやもうあのままというか、もう、うんうん、本当に感謝を忘れず大謙虚で、うんうんうん、もう努力家で、うん、で優しいですね、そう、なんかライブの時も何回ありがとう言うねんっていうぐらい、いやいやいや、めちゃくちゃこうね、ファンの方のお客さんにありがとうありがとうっていっぱいね、いう印象のあるアーティストさんですね、本当にね。ハマさんの現場はどれぐらいだったことですか。何年ぐらいやったの。西野カナさん3年やって、でその後に安室奈美恵さんの出ました、みんな大好き安室ちゃんオーディションに受かって5年やって、うん、で奈美恵さんが引退された後にまた金谷に戻るんですよ。あー、この5年は安室ちゃんなんだ。そうなんです、なんでまあ金谷は5年ぐらい、なるほどね、間空いてるけども、うんうんうん、その安室ちゃんの現場っていうのはどうやってバックダンサーになれるんですか、うんうん、あなれるんですか、これあれなんですよ、しまいましたけど、実は2011年に上京する前に2010年にオーディション受けてるんですよ、安室奈美恵さんの。あったんだ。あって見事に落ちるわけですよ。ダメだったの。でその当時同じグループにあのエンドゥっていう強靭なダンサーがいまして、強靭ですね、はい、うん、もうこう受けるときにこのエンズっていうもう超絶なダンサーがいるんですけど、もう見て踊り見た瞬間に、あ、俺もう無理だわっていう心折れちゃったんだ。心折れちゃったっ。上手いしね、うん、体効くしね、鼻があるしっていう、うん、まあ、それがあって、2015年かな、はい、の時にオーディションがありまして、はい、その当時そのゆうすけさんって安室奈美恵さんのリーダー、ダンサーリーダーをやられてる方から、うん、なんかこうオーディションがあるから受けてみないかってこう言われて、それはだからあの声がかかった人しか受けれないそうですオーディションってことですね。ですオープンじゃなくて、はい、なるほど、クローズドオーディションでございます。もうそうそうたるメンツやった。あーもう集められたもうダンサー陣がすごいみたいな。でもオーディションなんですね。もうオーディションで、はい、なんで2時3時ぐらいまであったかな。長めオーディション、うん、結構がっつり。まあでもその日に、はあ、うん、良かった人はい、落ちた人は、はい、去ってください、はい、次の曲を覚えます、はい、やります、はい、去ってくださいみたいなのは確か2、3回あった気がします。残っていくわけですね、うんうん、終わった後、もう大号泣。何残ったの。その時、受かったのが、りょうじさんっていうあの大先輩の方がいて、その人もともとこう
やられてて、はいはいはい、で一回オーディション受けるっていう、こう一回落とされてみたいな、でなんかラミエさんあるあるなんですけど、え何やってたけどもう一回オーディション受けてくださいっていうのが結構ある現場で、プリンちゃんとかけるんですね、うん、新人の方と一緒に、はい、なんでその時受かったのはその涼二さんと俺かな、男はその2人、メンズ2人、うん、このすごいじゃん、うん、で女の子は宇野ちゃんっていうあの超絶ダンサーと、はい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 、マーサー、マーサーで今海外でバリバリ活躍してるマーサーの2人かな、マジで、うん、へー、その4人こうなるほどね、はい、その4人に残ったんだ、うん、じゃあそっからもスタートしたんだ安室さんの現場が、イエス、いいね、まあ5年もね、うん、同じクルーとしてやってきて、うん、ちょっとねこう短い時間で語れないかもしれないんですけれども、うん、リハーサルの雰囲気だったり、うんうん、まあ本人のアーティストさんの、うん、に感じたことだったりとか、うんうんうん、もうでもなんて言うんだろうな、あす、うん、もう、なんて言うんだろう、すべてを、こう、なんて言うんだろうな、一言じゃ言えない。言えないか、そうです。インスタライブ遊びに行ってください。もうそれはインスタライブで聞いてください。安室ちゃん好きな方。いやいやいや、もう。すごいですよね。私は、まあ、ちょっと世代的にはこう、うちの姉ちゃんの2個上ぐらいの世代が結構好きなお姉さんが、うんうんうん、綺麗なお姉さんがこう安室ちゃん好きっていうイメージがあって、うんうん、でもね、やっぱ大スターだったから、最後の、ファイナルの時の DVD は、うちにもあります、買って。あ、うん。見ました、うちで結構ね何回も出るんですけど、うん、最後のねアンコールもこうワンピースのキャラクターが出てきたりとか、先生ワンピース大好きでそうワンピースのこう主題歌っていうかそういうのもね、うん、なんか歌われてるので、うん、もう私もやっぱ泣いちゃいました、ね、ワンピース好きとしてはもうそれとさらにこう卒業がこうね引退が重なって、うんうん、もうめちゃくちゃいいライブツアーだったと思うんですけど、それも出てないやんか、そうなんです、おんねんこいつが、おんねん、よし感動したいのにこいつがおんみたいな感じなんですけれども、ふざけてますけどね真面目にね踊ってるんですよ、その時はね、はいはいはい、その時はもう、うん、その引退、ツアーの一番最後の時の東京ドームだったんですけど、はいはい、もうまあ裏話としてもう本当に出る前、こうみんなエンジンを組んでいくぞっていつもやるんですけど、もうその前にダンサー全員大号泣っていう、こう、もう、環境もあるんだね、あれはやばかったですね、でもファンの方もみんなね、みんなアンドショックでなってました、いやもうその東京ドームのあの5万人のそのみんなのこの雰囲気と、うんうん、こう引退しちゃうんだっていう感じのあると、でその 場外にももう強烈なこの音漏れファンの方々がもう埋め尽くされても大変なことになってたんですけど、ね、時代をもう作ってきて走ってきた方ですから、うん、と一緒にねこうダンサーとしてパフォーマンスがね、うん、一緒にできたっていうのが光栄なことですよね、いやもう本当にすごくない、だってさ最初さちょっと前編の方とかね、はいはいはい、この動画見てもらったら分かると思いますけど、うん、なんかアップダウン、なんか大学生になってやっとアップダウンを始めました俺みたいなやつがさ本当ね、そんなステージに立てるなんて思ってました、いや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 思ってないですよ、もう本当にすごい現場をね、うん、本当経験してて、うん、ずっと喋りたかったんですよ、だから、うん、ありがとうございますね、ふざけてるけどさほんまに、でもすごいことやん、そのダンス経歴でそういう、うん、あのステージをちゃんと掴んでいくというか、うんうん、どれぐらいのやっぱこう努力というか、うん、こう練習をね、ダンスの穴埋めをね、うん、やっぱ遅かったからさ、うん、してきたと思うんやけど、うんうんうん、もうめちゃくちゃ練習したなっていう時期は、どういうスケジュールでダンスをやってたのか、うん、いやーもうでもとりあえず上京してきて仕事なかった時は本当正式に習ったことがあんまなかったから、もうちゃんと受けなあかんわと思って、はいはいはい、もう東京でダンスを習うみたいなやっとこそ習うっていう、クラスに行ったんだね、いやもうクラスに行ってごめんながらやれやれなんつって日々勉強ですよね
日々勉強です、もう本当に。まあダンスもね、すごい頑張って練習したと思うんだけど、うん、なんかこう、ケイちゃんのやっぱさ、こう人柄というかね、うん、こう喋ってても、うん、やっぱ私もそのドリーの現場でしか一緒じゃなかったけど、うん、でもなんかこう、印象にすごく残るというか、うん、話しやすい、愛想のいい青年だなっていうのは思ってたので、うん、頭で出すな。そう、なんかそういうね、こう、ダンス、ダンサーとして以外の部分の人柄みたいな魅力もね、うん、すごいあるダンサーの方だなって思うんですよ。なんかそういうコミュニケーションみたいなこととか、こう場の雰囲気をさ、こう明るくするタイプだと思うので、なんかそんな、まあ、自分の中でこういう風にしようとか、なんか意識で心がけてることありますか？真面目に聞いとんでもない。いやまあでも、イブやからほんまに、ダンサーが苦手な部分かもしれないね。できてるわけではないけど、自分がいるその現場現場っていうものに対しての、まあ、責任はもちろんあるけども、なんかこうチームワークというか、うん、まあそこも含めてこうバックダンサーの仕事かなと俺は思ってるので、うん、なんかそのまあ暗かったら明るくしたりとか、まあこう誰かを立てたりとか、なんかそういうのも含めてなんかこう空気作りじゃないけど、多分それがこうオンステージに全部出ると僕は思ってるんで、なんかそこも含めてなんかいろいろ考えながらやってるところはありますね。あ、真面目に言っちゃった。言ってーね。結構真面目なチャンネルやからな。ほんまにそういうのがね、上手な方っていうのはやっぱりね、こうダンスだけじゃなくて、やっぱりこう大学行ったり社会経験いっぱい積んだりとか、ちょっとねこう違うことも勉強してきた人がなんかね、得意なイメージあったりするんですよね。ちょっとコミュニケーションとかも気に使ったりできるみたいなのがあるので、まあね、道筋としては、あ、遅かったんかなダンスに行くのって思いながら、全部ねちゃんと大切に北海道で培ってきたこう人柄なのかなと思いながら。ちょっとここからですね、ちょっと話を飛んでですね、あのご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ね、結婚したということで、はい、本当にね、なんかダンサー界隈結構こうおめでたいというか、うん、あの結婚しましたっていうニュースもね、すごい飛び交うような、うん、世代だからなのか、うん、そういう年になってきたんですけれども、うん、奥様はダンサーさんなんですか？あ、全然全然、うん、まあ、やって結婚しますっていう時にやっぱこうダンサーの男の子とか特に緊張するんちゃうかな、うん、結婚しますっていうご挨拶とか不安はあったりした？そのじゃあまず彼女によし俺はこの子と結婚しようっていうのを覚悟した、その時はどういうタイミングだったんですか？まあなんか、まあ正直僕から言ったっていうよりは、まあ、まあ、あの結構グイグイな奥さんなので。あ、そうなんだ。まあ、もちろんあの大好きですし、あのその流れであのご結婚しましょうっていうあれはあったんですけど、いやもうそれこそ何、ご挨拶です、ご挨拶、ご挨拶、あ、聞きたいですよね。行きました、緊張しましたよね。もうやばい。ご両親、あれ、こっちの、うん、東京の方は長崎出身で、長崎の方にじゃあご挨拶に行って、ほい、ちょっと親御さんの反応とかも気になりますけれども、どんな感じだったんですか？まあ職業も職業なので、そのダンサーっていうその大丈夫なのかとか、このダンサーって何してんのとか、これからどうなんねんみたいな、まあ、あっちの疑問もありつつ、来るだろうなっていうのでこっちも用意していたんだけど、もう真っ白です。なかなかこう綺麗めな格好でいた。まあ、そんな感じだったかな。スーツではなかったけども、まあ本当になんかこう結婚のご挨拶はもう本当コロナ禍で、あのズームみたいな感じでやって、その後ご挨拶させてもらったんだけど、もう真っ白で脇汗びっしょりで、もうはいとしか言えないっていう。え、なんか決定的な言葉なんかないんですか？娘さんをここにくださいとか。何を言ったんですか？聞いてもいいかな。いやー何言ったかな。おー、めっちゃ真っ白やん。もう真っ白すぎて、いやでも本当あの、幸せしますっていうことは、うん、ご両親の反応というか、うん、はそれはダンサーですと、うん、まあ個人事業主、フリーランスっていう言い方もしますけど、うん、まあそういう職業なんだなっていう分かった時の、うん、あの反応というか、まあ、心打ちはね、分からないですけども、うん、どういうご両親だったんですか、相手方は。いやもう絶対絶対ドンって言われるだろうなって覚悟していったら、もう本当に、いやあの、やばい、大丈夫かっていう、こうあのドンドンってこう言葉でね、こうドンって言われるかなと思ったんだけど、いやもう本当になんか
ありがとうっていう、幸せにしてあげてくださいみたいな。ああ、そうなんですね。もうそんな関係ないよと、なんか娘が幸せなら。いやー、もうそんな感じですね。そうだな、素敵なご両親だったんだろうな。お疲れ。よかったですね。いやいや、もう大丈夫だもん。聞いてる感じ、奥様が結構明るそうというか、もうすごいこう陽気に聞こえるんですけど、いやいや、もう本当に、ね、そういう方なので、ご家庭もそういう方だったのかな、ご両親がね、そうなんです、もうイケイケゴーゴーな感じのご両親でも楽しくね、だから頑張らないといけないですね。頑張ります。真面目なんでね、顔をふざけてるけど真面目なんで。そんな圭介も、じゃあ、まあ家庭を持ったということで、これからね、やっぱ、いろんなこう責任もこう感じながら、でも大好きなダンスもね、もちろんステージに現在立ってるということで、今年の活動から今後どういうふうにしていきたいのかっていうの聞いていってもいいかな。はい、ワンラブワンハートっていう、アーティスト、男女10人のアーティストがいまして、こう振り付けとか、育成とか監修みたいなところまでやらせていただいてるんで、なんかそこの子たちもこう頑張って東京ドームまで連れてきたいなっていう、こう熱い思いもありつつ、あるんですか、こうホームページというかその子たちのページみたいなの、こちらにありますので、はい、はい、プロデュースしてるそうですので、よかったら応援してあげてください。まあ、あとは曲を作ったりしてました。作曲してるの？作曲じゃないんだけど、それもなんかプロデュースみたいな、北海道の DJ の方と、はい、北海道のラッパーの方ととかシンガーの方をこうつなげて曲を作りましょうっていう今プロジェクトをやってまして、俺がそのジャケット作ったりとか MV 作ったりとかしてるんですけど、今もう4曲目かな、4曲くらい発売しまして、で、来年もまたそういう活動はやっていくんで、それもどういうふうに面白かった、いろいろやってんだね。いっぱいなっちゃうけども、SNS も貼ってるので、今の投稿確認もしてみてください。やってるんだね、プレイヤー以外の。ちょこちょこっとやらせていただいて。それはずっとやりたかったの、お声がかかってやったの。お声がかかったのと、やりたいのと、まあ両方ですね。今後一応、ダンス好きのチャンネルなんですけども、はい、そういう後輩に向けてだったり、メッセージや、あればお願いします。僕は昔からこうなるぞって熱い思いでずっとやってきたわけではなくて、慣れちゃった人なので、だけどそこに対してこう責任をこうしっかりやらなっていうタイプの人間なんで、なんかちょっとあんまりアドバイスにはならないかもしれないんですけど、どっち行こうかなって、こう進路とかこう悩むことって絶対いっぱいあると思うんですけど、もし何もなかったら自分何やってるだろうなってふと考えた時に、シュンって出てくる方をの道に進むのっていいのかなって、まあそれが全てではないですけど、僕も今年で36歳になりまして、マジか、36歳までずっと続けてることってダンスだなっていう、そのあー結局なんか他のことはなんか飽き性なんですぐいろいろやめちゃうけど、ダンスはずっとやってきたので、なんかそういったものがもしあるんであれば、なんかそっちの道も見てみてもいいのかなっていう、寄り道をしながらね、って思います。ダンスを大人になってからやろうかなとか、やっぱりすごい今ね、踊ってみたとか、いろいろダンスブームが来てて、今のタイミングから始めてもいいのかなっていう人もね、いると思うんですよね、少なからず。だからそういう人たちは、やっぱりその、圭介のダンス経歴っていうのは、結構こう、あ、今から頑張ってもいいんだなっていう、後押しにはね、すごいなる人だなと思ったので、出てほしかったんですよ。ああ、なるほど。ちっちゃい頃からやってきたので、なんかそういうパターンじゃない人も、お呼びしたいなと思っていたので、そうそう、今日はね、お話が聞けて、本当に、もう、感謝でありがとうございました。奥さん本当にもうお会いできたらですね、ケイちゃんのね、愚痴大会をしましょう。そんなことないよな。そんなことないよな。本当にありがとうございました。本日のゲストはダンサーのケイスケでした。